プラネットオブフード出演者の皆さん、こんにちは。です。僕も君のことを愛してます。これからも応援してるよ。頑張ってください。さよなら。私の恋人よ、ダメよ。ウェルカムトゥープラネットオブフードMC の豆助です。よろしくお願いします。これまでですね、クレイジーフォーフードとしてですねやってまいりましたが、まあ諸事情ありましてプラネットオブフードとして再スタートすることになりました。これまでね、応援してくださった皆様、変わらず応援していただければ幸いでございます。一応ですね、リニューアル一発目ということでですね、改めてこの番組を説明しますと、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、料理好きの皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという内容でございます。では、本日のゲストは、こちらの3人に来てもらっております。皆さん元気してましたか？ということで皆さん何よりで、はい、実はですね、千鳥さん、はい、はい、ある方からですねメッセージがちょっと届いてるんで、こちら見ていただきます。千鳥さん、役所さんへのなんかこうメッセージとかやってみたらどうですか？連絡してお願いします。私の携帯番号教えます。そっそっ教えますよ。お願いします。役所広司 I love you。 プラネットオブフード出演者の皆さん、こんにちは。役所広司です。そしてシドニーさん、この間のメッセージしっかり聞きましたよ。僕も君のことを愛してます。これからも応援してるよ。頑張ってください。そうですか、シドニーさん。いや、すごい。すごい、すごい。私の恋人よ、ダメよ。携帯ダウンロードしといてくださいよ。今日もこの3人とおしゃべりするだわー。今回のテーマはこちらです。体のいたわり飯。食と健康はですね密接に関わっているのはね言うまでもないんですが、今日はですね皆さんが普段、体を気遣って食べている料理を教えてください。まずはあきこさん、あなたの体のいたわり飯を教えてください。はい、私がご紹介したいのはこちらです。あ、なんですかこれ、たこ焼きみたいな感じですけど。これ実は芽キャベツなんですよ。芽キャベツ、うん、私が2年ぐらい前に発明したんですけども。あきこさんのオリジナルだ。私が発明しました。まず芽キャベツを軽く茹でて、で水を切って、で、はいはい、天ぷら粉をねまぶすんですよね。はあ。それで、油で揚げるんですけども、カラッと。ただ、衣がもし気になる方は素揚げでもいいんじゃないかなと思います。あ、これって別になんかたこ焼き器で焼いてるわけじゃなくて、はい、そのまま油に突っ込んじゃえば、まあ別にもう丸っぽいもんね。そうなんですよ。形が同じじゃないですか、たこ焼きと。はいはいはい、たこ焼きみたいにソースと、削り粉と青のりをかけて出来上がりなんです。うんうん、超簡単です。シドニーさんどうですかこれ？ごく綺麗。うん、あきこさんの未来レストランヒットですよ。お好み焼きってこのソースと青のりとね、キャベツっていう組み合わせじゃないですか。だから全然それで味的には合うんですよね。うん、そっか、まあキャベツとかももともとね入れてたりもするしな。以前にみんなで紹介した、例えばメラニーが芽キャベツ紹介しましたよね、ビーガンのね。でテレサーさんがブルドッグソース、うんうん、紹介したじゃないですか。なるほど。で、シドニーの青さこ、青さこだよ。上手に使いました。バジルじゃないよ。バジルじゃないよ、青さこだよ。私たちが紹介したものが全部入ってるなと思って。最高にいいです。
ねえ、ぜひぜひお試しください、うん、続いて他には何か体へのいたわり飯ありますか。はい、ございます。カリフラワーライス、わかります？これはあのカリフラワーありますよね。はいはいはい。それをつぶつぶに砕いてお米ぐらいの大きさにするわけです。はあ、はあはあはあ。でもそうなったものがあの、はあ、私の大好きなトレーダージョーズで売っておりまして。おお、トレーダージョーズ、おトレーダージョーズいいの出すな。相変わらず、はい。多分あのフードプロセッサーやミキサーとかでちょっとだけかけるとこのカリフラワーってこういう風になるんですよ。だから、もうご自宅で作ってらっしゃる方もいっぱいいると思います。もうこれもビーガンの方の間では全然主流なご飯代わりになるものだから。あ、これカレーと一緒にって感じですか。あ、賢いな。いやいやいや。私が賢いみたいでなんか嬉しいけど。いやいや、ね、うわ。カリフラワーは硬いですか？柔らかい。うんうん、ね、ちょっとボイルするとか、あと私はちょっと横着してチンするだけなんですけど、うん、電子レンジでチンすると柔らかくなります。あ、うん、パンぐらいの柔らかさにするためにはちょっと、うん、温め、火をかけると、はい、よくあのカリフラワーであのピザも作りますよね。カリフラワーピザ、あ、そう、はい、なんか本当にもうご飯とか小麦粉の代わりに、はいはいはい、もうこれ最高です。お米を洗って20分置いとくっていうのをしなくていいので、うんうんうん、めんどくさがりやなだけじゃないですか。今すぐ僕も買いたいぐらい試したいな、これ。では続いてあきこさん、他には何かいたわり飯ございますか。はい、私、大変びっくりしたんですけれども。何ですかこれ、何に見えます？メロンかな、うん、なんか果物っぽいのかな。そうですよね、ウリ類って感じかな。そうですね、ウリの、種類になるんでしょうか。そうめんかぼちゃという、これかぼちゃだそうです。スクワッシュ、うん、何これ。でしょ、これあのアメリカではスパゲティスクワッシュって言いまして、あ、これあの半分に切って茹でて、で中のねこの種の分だけ捨てます。あ、じゃあここの身をほぐすと麺状になってるってことですか。そう、こうやってねフォークでねほぐすんですよ。そうすると柔らかい繊維になってなんとヌードル状になるんです、うん、すごいのこれ、びっくりしました。私も作ってて和風の味付けで、これこうなんていうんでしょう、肉じゃがっぽい感じの味付けにして煮付けにしても美味しかったですし、うん、あのスパゲティソースかけたりとかしてもいいですし、あとあのサラダ風にもなります。なんかこうイタリアンドレッシングとかをかけてガーッと混ぜるとサラダ風にもなります。そうで、入れ物をそのまま器として使えちゃう、皮をね、殻、ね、チロリさん知ってました？これあのよくスーパーで野菜のとこ見る、でも作り方は全然わからまへんでした。勉強しました、ありがとうございました。今流行ってますよね、お野菜をヌードルにするなんか機械とかも今作ってる。あらららら、日本でもねベジヌードルカッターっていうのがあるんですよね。これなんかですね、こう頭にズッキーニですね、これズッキーニでこうぐるぐるってやると麺状になって、まあなんか全部の野菜がいけるわけじゃないんですけど、まあもうパスタとかにもできちゃうしみたいな。意外となんか写真のように切れないぞなんていう声もありながらね、これでね余計な炭水化物取らずに、うん、買ってみます、面白そう、ね、あれアマゾンとかで普通に買えちゃいそうなんいいですね、どれもなんかいい。ありがとうございます。私は約束浩二さんじゃなくて北村克樹さんが好きなんですけど北村さんじゃあラブメッセージ送ってください、一発でお願いします。克樹様大好きです、私実は同じ大阪で同じ年なんですよ。会ってるかもしれな い, ないもう再会したかったらぜひ連絡ください。何なんだよ、みんな騙された動画見てどうするんだってメッセージ来ちゃうかなこれでは続いてシドニーさん、あなたの体のいたわり飯教えてください。はい、これですよ。何ですかそれは。
この商品はオートミールですよ。オートミール、はいはいはい。鍋で入れて、うんうんうん、お湯も回せて、うんうん、そのまま食べますよ。あー、オーツ麦が原料なんですか。はいはい、はいはいはい。あの、もしコレステロール高すぎ、コレステロール高すぎ、これは掃除しますよ。体の中に掃除します。ブルーベリーとかナッツとか、うんうん、メイプルシュロップとか、はい、の上、うん、も使いますよ。なんかすごいヘルシーそうな。はいはい。あとね、シドニーさん、ちょっと話横道にそれるんですけど、昨日ですね、スーパー僕行った時にですね、これを買ってきたんですね。あ日本でも売ってたから、思わず買って、あの、まだ試してないんだけど、ちょっとシドニーさん言ってたから、あ、日本でも売ってると思って。ね、ひよこ豆でそんなカロリーとかなさそうです、うんうん、ね、これも意外とヘルシーフードなのかなと思って、はい、ちょっと試してみたいなと思って、はいはい、うん、はい、ありがとうございました。では続いてテレサさん、あなたの体のいたわり飯教えてください。はい、スムージー、はい、バナナと、うん、あのベリーのミックス、それとかたまにアサイ、うん、あの豆乳とあのなんていうのミキサーの中に入れてあの飲むのが大好きです、うんうんうん、でこの頃その中にあのセロリも入れるようにしてるんですね、うん、はい、私高血圧なので、うんうん、あの下げるためにあのセロリも入れてます、うん、美味しそう、うん、美味しそうですね、はい、もうちなみに結構テレサさんも太ってた時期あるんですか。特にあの娘あの産んだ後15年前ぐらいにすごい太って、はい、ね、はい、ふっくらされてますね。そうです、はい、目が大きくなっても10年ぐらい、あ、もうあの赤ちゃん生まれたばっかりなのでなんてずっと言ってたんですけど、うん、でももう、あ、もう12歳だ、ちょっとこれはもう、はい、この理由を使えないっていうので高校生にできなくなっちゃった。そうなんです、はい、あーでもすごい、あー、スリムにね、このダイエット、はい、おー、すごいですね、成果が如実に出てますね。すごく綺麗ですよ、うん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 、どう、この私の腕も同じでしょ。してるよ。それ見せたかったのかよ。すごいよ。あの質問があります。はい、何ですか、はい、このサイズは何ですか、どのぐらい。コーラの缶ぐらいの、はい、私の近所のスーパーはこのあのスムーディーのサイズこのぐらいですよ。重い、このぐらいですよ、はい、このぐらい、はい。はい、1.54 リッターぐらいです。これはちょっとできないね。美味しそう。細いになりたい、もう全部飲むよ。え、それ何回かに分けて飲んでる。多分2回ぐらいと思います。2回ぐらいでは、はい、これは何ですか、シドニーさん。マンゴーのスムージー。あ、マンゴーのスムージーなんだ。はい、頑張ります。でもアキコさんとかね、空手やってた時とかって減量とかも結構あったんじゃないですか。断食やっちゃいますね。ファスティングでも今流行ってますよね、ファスティングは。だから5日間食べないっていうのは全然平気です。あ、すごい。本当はね、お野菜とかを絞っただけのジュース、固体の入っていないお野菜とかを絞るだけのジューサー、ミキサーじゃなくてジューサーで作ったジュースだけっていうのがいいんですよね、うん、それのリンゴと人参とかをガーッとやって飲むんですけど、うん、最近はもうやってないですけど、だから今からまたやります。アフターの写真をまたいつかお渡しできるように。テレさん、他になんか美容系を防ぐための料理もなんか気をつけてるとのことですか。はい、毎日最低ハラペーニョ1個オレンジのビタミン C5 個分入ってるんですね。
これをガーリックで炒めて食べるのが好きなんです。このミヨコのバターっていうビーガンバターでこの頃焼いてるんです。ほうほう。でこれでもガーリックと一緒にあのソーテーして、あの玄米にかけたりとか、いろんな工夫して食べてます。辛いですよね。ヒーっていうぐらい辛いですよね。そうでもない？辛いです。だからあのちょっとビーガンマヨを横に置いとくんです。で 辛い時にそれをちょっと口に入れる。やってみます。これも、うん、美味しそう。それとクリームチーズ、今出てるこの身、これなんか詰め物が入ってるような。はい、クリームチーズが入ってるんです。でそれをでフライした、あ、まあ、うちはあの今あのエアフライヤーです。エアフライヤー、本当はなんか種を食べちゃいけないなんて聞くんですけど、私はそのままもう半分に切って種ごと食べます、うん。右側のやつは鶏のささみなのかな。そうですね。なんかご飯にも振りかけてますね。うん、それはあのなんかインド風のなんかターマリックとかあのカレー風味とかをちょっと。カレー風味なんですね。はい。ハラペーニョ食べるともう本当中の全部出してくれるんですよ。ああ。あのポカポカするし。すごくあの特にあの冬の時食べるとすごい気持ちいいです。あったまって。おー、うん、あーすごい美味しそう。トルティアとサルサと、ま、あのがあのトマト風味のご飯。あ、これトマト風味なんですか。はい。汁を入れてあのフライする。炒めるんです。炒めるんです。はい、そうです。しのりさんどうですかこれ。うん、綺麗ですけれど。ですけど、うん、ですけど。ちょっと大変作るでしょ。ちょっと手間がかかりそうですね。はい、仕事終わったから、家で戻って一生懸命作って、あ、うん、大変大変、うん。確かにそれはあるかもしれないな。では続いて他にテレサさん体へのいたわり飯ありますか。はい、私はもうお茶。紅茶、うん、あの大好きなんですよ。皆さんよくコーヒーっていう話をいつもしてるんですけれど もう私はグリーンティー、煎茶、玄米茶全部好きです。なるほど。スタバとか行ってなんか抹茶、アイス抹茶をオーダーしたんですよ。でも、はいはい、パウダーの中にお砂糖みたいな 甘くしてあるんですね、味が、うんうんうん。で私はやっぱりあの苦い、うんうんうん、甘くない味が好きなんですよ、うんうんうん。これね、シドニーさんもぜひとも聞きたかったんですよ。苦いのと甘いのどちらがお好きですか。ねえどちらがいいです。でも私も抹茶持ってます。これですよ。お、何ですか。ああ、いろんなちょっとティーバッグ。はい、はい、ありますよ。レモン。うん、夜のグリーンティー。え、何ですか？それは夜の元気になるお茶ってことですか？夜の、寝るのグリーンティー。そう、そういう意味か。夜の、はい、夜のグリーンティーっていうか、どういう、はい、してるよ。ベリーのグリーンティー。どうですか、甘いのと苦いのの質問的には。実はたくさん蜂蜜入れるよ。やっぱり。ごめんなさい。いやいや、期待通りだったなと思って。はい。甘いの好きだろうなと思ってたんだけど。はい、だからダイエットできへん。皆さん手伝いくださいませ。食べ物大好きよ。うん、いや、とりあえずバッファローチキンやめるだけでだいぶ変わるんだよ。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、今回ですねリニューアル一発目でしたが、今後もですねさらにいろいろ新企画考えておりますので、今後とも皆様よろしくお願いします。はい、では皆さんまた会いましょう。さよなら、バイバイ。